リンゴルフをご視聴の皆さん、こんにちは、はるです。はい、カメラマンの山ちゃんです。クラブ大丈夫ですか？なんか春ですガチャみたいな感じで始まっちゃって。大丈夫？ちょっともうだいぶ年季入ってるんで。また年季入れちゃいましたね、はい。ってことで、今回はゴルフ女子のはるちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。これからはるちゃんには、まあ、ここはあの千葉県にございますサワラカントリークラブのアウトコースを9ホール回っていただきます。毎週金土日にインスタグラムで活躍されているゴルフ女子の皆さんに出演していただいて、プレーとかトークとかを見て楽しんでもらおうという企画をやってますんで、今回はるちゃんがどんなプレーをするかとか、トーク期待してます。楽しんでもらえるように頑張ります。はい、はい。まあ、もうおなじみになってるんですけど、ゲームを用意してます。まあ、ミッションゲームといいまして、あの25個のマスがあります。15マス、60ポイント達成しますと、後ろに仕込んであるんですけど、甘ギフを3000円分プレゼントさせていただきますんで、はい、頑張ります。あとでちょっと内容を見て、まあ、できる限りこうクリアできるようにしてもらえたらなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速1番、はい、行きましょう。いっスタートホールはパー4で、レディースティーからですね、はい、270ヤードになってます。はい、結構上げてますね。確かに。よいしょ。前までまっすぐ飛んでたんですけど、最近引っ掛けちゃうことが多いんで、おお、まっすぐ飛ばせるように頑張ります。はい。今日一日よろしくお願いします。お願いします。ナイスです。マスで来ました。イエーイ。完璧なドローじゃないですか。上げてるんで、あんま多分距離は飛んでないと思うんですけど。いや、飛んでます飛んでます飛んでます。パーを目指して頑張ります。こういうなんかラウンドの撮影とかっていうのは何回かあるんですか？いや、初めてです。おー、緊張しました？緊張してます。でも本当ですか？ちょっとお話ししたので緊張はちょっとだけ解けました、それで。あ、そっちで。僕のね、恋愛話ね、お悩みそうだ。可愛らしい一面が。いきなりいいショットで、僕はドキモを抜かれたんですけど、あの、ゴルフの平均スコアってどのくらいですか？レディースだと今92ぐらいですね。ベストは88で、そこから切れないんですよ。今72です、残り。うん、短いです。そうね、ちょっと噛んだね。まあまあまあ、出だしなんで。よいしょ。パーをならずですね。ゴルフって難しいですね。本当に。いや、本当だよね。ティーショットあんだけ良くてさ、そのまま行きたいところをさ、よく出ちゃいますね。あ、出てましたね。ツーオンしたいですっていう気持ちがね。うん、あ、戻ってきました、ね。迷子のクマちゃんが戻ってきました。1ホール目の。1ホール目にして脱走しちゃいましたからね。しかも5番ウッドです。5番ウッドのクマちゃんが。よかったです。ずっと気にしてて気にしてても、ショットに影響しちゃうっていう。ちょっとラフが深い。よいしょ。うん、いいんじゃない。いけいけいけ。上りが、ちょっと上り分だ ね、 ね、うん、落ちたとか良さそうだった。よいしょ。いつもパターは歩数で数えてて4歩です。弱い。打ち切れなかった。打ち切れなかったですね。うん、ボギーです。ボギーか。よいしょ。気を取り直して2番ホールへ行きましょう。はい。クマちゃん、何匹いるんですか？すごい。クマちゃんだけで5匹います。すごいね。
そりゃなくす、ここにもいるんだね、ここにそりゃなくしますよね。クラブキャラウェイじゃないのにキャラウェイのクマつけてます。はい、はい、1ホールとりあえず終わりまして、はい、まあ、早速こうチェックができるところがありまして、ボギーもチェックできるんですね。ボギーがどっかに、はい、左上にあります、はい、チェックしていただいて、自己紹介って項目があって、うん、まあ、3つポイントを入れてもらって、まあ、はるちゃんの自己紹介をお願いします。はい、ゴルフが好きです。まあまあね、あのこれ見てる人はそうだろうねって多分思ってると思うけど、でもまああの、まあ、趣味だからね、好きなことだから。はい。2つ目は旅行が趣味で、うんうん、国内は45都道府県行ってます。お、海外は12カ国かな。お。3つ目が食べることも好きなので。で、好きな食べ物はお寿司と、うん、あとはかき氷です。かき氷、かき氷、ちょっとそのかき氷好きをアピールしてください。そのかき氷は本当好きな時年間600杯とか食べてて、ちょっと、ね、年 600? 一日も本当6杯とか食べる時もあったりとか。それってさ、日常にかき氷があるってことでしょ。あ、そうです、そうです。何食べるのかき氷って、あのコンビニ行ってるかき氷を食べる、あ、じゃないです、もう本当にふわふわした、あ、ちゃんと天然氷 の、そう。え、それはどうやって、だってわざわざ行くの？あ、そうです。お店、気になってるお店に行って。それをね、じゃあもう毎日かき氷屋さんに行ったってこと？ほぼ行ってましたね。か、もう一日に食いだめじゃないけど食べるみたいな。すごいっすね。うん、でも美味しいん で、頭キンともならないんで、冬もやってるんでよかったらぜひ、みんなも行ってみてください。なかなか変わり者でした。でも本当美味しいんで、美味しいの食べたらみんな好きになると思う。ちょっと後でちょっとかき氷聞きます。聞いてください。何でも答えます、はい、カラーボール使います。でもこれ多分ロストボールな気がする。プリジストンって書いてありますね。もうこの日のために。普段あんま拾われたんです。キャラウェイがうねうねしてますね。これはちょっと眩しいですね。右左え迷っちゃう。右側に打ちます、旗より。はい、うん、あ、左行った、うん、でも正解だね。まっすぐちょっと右に出てね、行きましたね。左に狙うと危なそうな、うん、球ですよね。分かってるからあれじゃないですか、やりやすそう。確かに右あんまりスライスとか出ないです。ああ、いいですね。なんか僕それやると今日左だから右行ってると右にそのままボーンって、ね、意外とみんなそうですよね。 それで結局もう真ん中打つしかないってなるんですけど。ガーミンだと85って出ます。はい、あ、うん、うん、なかなかパーオンができないですね。ね、うん、ねって。まあ僕ならあれで満足しますけどね。なんかまあいっかみたいな。やっぱ違う違う、真剣だ。そうですね。普段なんかレギュラーで、レギュラーティーから回ってると、あー、そっか、この距離は行っときたいよねっていうやつがね。どっちで打とうかな、パターかアプローチか。もう入れたいならアプローチ、うん、寄せたいならパター。じゃあ挑戦しましょう。マジ、あー惜しい。もうちょっと、もうちょっとこっちだったらね、うん、ずれてれば、うん、チップにならず。下りのパター苦手なんですよね。入るかな。うまい。ナイスパーです。パーです。よいしょ、カラーボールでパー取りました、はい、嬉しい。あのカラーボールとパーもあるので、うん、イエーイ、じゃあ2つゲットですね、うん。
一杯念のため確かに池田とプリング3です。 OB だとプリング4 おー結構プレッシャーが池の、うん、なんかこう手前に落ちちゃうとありますね池に吸い込まれるしね、こっちの斜面があっちの、うん、こういう時入っちゃうんですよね。そう129です。はい、うーんどうしよう旗揺れてないですもんね。7番にします。おー遅いよ。ちょっと右入れちゃったけど危ない危なかった。もうちょっとでしたね。あれあれ乗るの、うん、若干だけど風がこうなって、あ乗りませんでした。パー目指して、はい、もう一個パーのねありましたもんね、うん、さっきかき氷を年間600杯ぐらい、うん、はい食べた時があったって言ったんですよ、はいはい、ごはまいした時その中でもう1番で、あとで教えてもらえたらあれなんですけど、うん、ありますか。それで後で、はい、あるある私が一番ハマった原点みたいなところがあって、そこがやっぱりなんか印象的にも一番かなみたいな。そうだよね。そうじゃあここホールアウトしたらはい、600杯オブ1位オブ1位すごい。よしまずパー取らなきゃ21ヤードです。こっち6番で打ちます。距離はいいけど方向が、うん、よいしょ。なんかラインの打ち方なんかレッスンとか通ったことなくて。あ、そうなんだ。そうなんですよ。父が上手いんですけどなんで一緒にラウンドとかしたら教えてくれるぐらいで、なんかラウンドレッスンとか行ってみたいですね。おなんかこういうライの打ち方とか全然分かんないですもん、ね、なんか落としどころとかね。そうこれはまっすぐここから見るとスラーに見えます。フックやっぱ違うんだフックスラですボギーです。クレーム来ちゃうクレームあ、僕がパター入んないな。それなんだ。それかもしれないです、ね逆読み間違い、まあ、てか読んでない。もう基本まっすぐまあでも分かんなかったらまっすぐが一番いいって言いますもんね。なんかカートにたまにグリーンの傾斜の矢印が書いてあるのがあるんですよ、うん、あれ見て あのマークと照らし合わせて読んでないですもん。そのマークでもう信じて打ってます。 あとは同伴者の方のを見てます。あそれも一番いいんじゃないですか。そう多分そう自分の目は自分なんです半分ぐらい信じるぐらいでね、いいのかもしれない。はい、はるちゃん、はい。もうかき氷です。僕はもう聞きたくて、ちょっと読み間違えちゃった。確かに、スラでした。ハマるきっかけになったやつが、うんまあ、実際1位だという感じで、ちょっと教えてくださいよ。埼玉県の熊谷市にある、次元っていうとこがあって。もうかき氷専門店なんですか。あ、そうです、そうです。で私が高校生の時に初めて行って、うん、その時からもうなんかそこのお店は結構有名だったみたいで、まだかき氷ブームが来る前だったんですけど。確かに。で決めて行って高校生の時は本当数回しか行かなかったんですけど、かき氷ハマってからもう遠いんですけどちょっとわざわざ車で、しかも朝とかに整理券とかその時は取りに行ったりとかしてました甘い系もあればそこはなんかしょっぱい系っていうか、なんかカレー氷みたいなのとかマジっすか。なんかいろいろ作ってるんですよ。何が好きだったんですか。私はでもやっぱり普通の甘い系ので
季節ごとに変わるんですけど、私秋の味覚が結構好きなんで、栗とか芋とか。あ、絶対美味しそう。そういうのが好きでした。やっぱふわふわなの。ふわふわです。しかもそこのは本当に結構山盛りみたいな。いや、私そこ行ったら3杯ぐらい食べるんですけど、丼、に2個分この氷乗っかってるぐらいかな。あ、じゃあまあまあまあ、まあ、しっかりしっかりを3個ぐらい食べてました。やば。でも全然ペロッといけてます。なんか日光の天然水だから氷のかき氷とか。天然氷とかあります。それは有名かも。確かに。そう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 、天然水の方が、なんかいいやつ、なんていうの、不純物が入ってないから、そんなにこうキンキンに冷えないから、ふわふわしてて頭にキンってこないみたいな感じで食べやすいんだよね。全然違います。なんか食べ比べとかできるとことかもあるんですけど、やっぱり氷が違うだけで味がちょっと違ったりとかするんで、よかったら食べに行ってください皆さん。まあ、ここのかき氷かお塩とかもあったらコメント。そうですね、確かに。待ってます。コメント待ってます。はい、確かに知りたいです、行ったことないとことか全然あると思うので。旅行好きって言ってたからね、そのついでにあればね、いいよね。行きたい。確かに確かに、はい。じゃあそんな感じで、まあ3ホール、まあ、終わったって感じで、はい、まあ、次も4ホール頑張ります残り。はい